はい、こんにちは、ビッグボーイです。ウルフェンシュタイン・ゼ・オールド・ブラッド。今回でパート9かな？続きやっていきます。まあ、これまでも結構、この FPS で、もう死ぬ寸前になりながらも、なんとか、敵倒してここまで来てるっていう、まあ、危なっかしい場面が多いわけですが、まあ、ウルフェンシュタインに関わらずに、結構僕は、アグレッシブに進んでしまう癖があるので、だいぶもう、先まで進んできて、多分もう終盤近いんだろうけど、慎重に進んでいきたいと思います。さて、まあ、武器も問題ない。うおー、汚い。虫、ゲームだろうと、現実だろうと、虫が嫌だ。こっちに行く。えっ！おい！グレネード投げようとしたら投げれなくて爆発した。テイクダウン。あ、ゾンビいる。倒した。ゾンビがたくさんいるんだよな。もうゾンビもナチ兵も一緒に相手にしないといけない。まだ来る。これだ。リロード高速。あ、これ強いな、やっぱ。わあ、ゾンビたくさんいる。グレネード。補充。よし。うわ、肉片がそこら中に飛び散ってんな。ゾンビ兵でも作り出そうとしてんのか。 はい。よし。なんだここ。リロード。深いな。深いし、骸骨たくさん並んでるし。下に降りよう。危ない。これも相当深いよね。エレベーターシャフトでだいぶ下までもう下ってきてるしな。前に。あ、危ない。ちょっと待って、これどこ行けばいい？飛び込んでて大丈夫なのこれ。だけどあっちに金があるな。ジャンプ。ダーン！ダメだった。届かなかった。 あっち行こう。あ、ヘルが。このプロジェクトは完全な失敗だ。いまいましいアメリカ人。ジャンプ。声が近くなってきてる。いない。なんかいろいろ落ちてるってことは、なんか敵が来そうだな。いや、もう行っちゃう。ん？あ、開くだけか。開くだけであってほしいけど、ゾンビの声がする。拾えるもん拾っちゃおう。あ、落ちてきた。え、ラスボスはヘルが？いや、進んじゃおう。あ、まだ開いてない。ここはボスとかじゃなくて、
ゾンビがたくさん来るのか。ショックハンマー使おう。リロード。いてててリロード。連打で高速。開いた。あ、やっと開く。早く早く。遅い。何重扉になってんだこれ。完封の弾。こいつら炎関係なしに追ってくるしな。弾ない。あ、いける。いけないか。いけないか。いけないか。いけない。いけない。ジャンプ。よし、いけた。いろいろ補充。さあこっち。ん？トラップだ。やばい、吊るされ。あ、パイプ。お、こんにちは。えいったい。ピッタ。あなたが例のアメリカ人ね。ルディを殺した男でしょ。そういうホットドッグと言います。強いのね。あら、これは何？それは。運命の女神よ、なんと奇妙で気まぐれなの。信じられない。動けない。うわ、嬉しくない。まるで子供に戻って宝探しをしてる気分ね。この瞬間、私は偉大な冒険者たちと肩を並べて歴史に名を残すのよ。俺に言わせりゃただの何だ。いって。全然シャイナー。ちょっと頭に血が昇る。下ろして。Der Code auf König Ottos Karte entspricht genau den Symbolen hier auf diesem Podest. Das ist die Kombination, Sie Idiot! Na bitte. No! Sind Sie sicher, dass es richtig ist, Herr Jörg? Nein, nein, ich schütte. Otsch so, otschta! Hey, hey! Hey, nani?神の見業。どこが、引っかかってる。パイプ。ちょっとパイプでこれなんとか。あ、あれ、従ってる。従ってるか、本当に。あ、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 食われた。あ、あ、食われた。嘘だ。ちょっと待って。え、こいつ、化け物を倒せ。化け物って名前ないんかい。どうしたらいい。
ほれ、うわやばい、完封完封いって完封打ちまくる、あ攻撃力 あるここ、いてて口とか開けた時に撃つ、弾なく、やばいやばいやばい、上逃げよう、これ効いてんのか、あ、やっぱ口だな、あれな、何しに来たねん、ここは危ないよ、おこっちを撃ってくんな、こいつを撃てよ、あ潰されてる、行ってちょっと、カンプの弾ゲット、あナチスが倒されてる、ほい行ってここ、ちょっと待って、うわちょっと目の前に来んなよ、うおあゾンビになってる、手落ち着け、どうやってこいつを倒す、口、やっぱ口か、口を打てばいい、ナチスはお呼びじゃない、あまだはっ、危ない、カップ、ちょナチスは化け物がやってくれる、危ない、頭抱えてる、ナチスは来るな、グレネード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 、危ない、あしゃがめばかわせんのかこれ、いや危ない、体力が心配だな、だあやばい、うおて、こいつ全然弱ってる感じしないんだけど、やばい死ぬ死ぬ、あ死んだ、うわ再戦か、手を口を狙っていくしかない、ナチ兵も厄介だから倒す、こいつらをいち早く倒す、いててて、ゾンビだった、しゃがむ、わまた来てる、おお化け物が潰す、ここしゃがむ、よし効いてる、しゃがみながら行動しよう、わあ潰してる、危ない、いてててて、うわ潰してる、危ない、カンプ、よしカンプを使うタイミングがあるんだな、多分
おお、手が来た。待てよ、タイミングを見計らいたいけど、ナチスが来る。しゃがむ。危ない。しゃがむ。うわ、バケモンうめ。ここどう、危ない。ちょっと下降りよう。あま、これたまない。やっぱそいつまでこいつと戦えばいい。倒す。うん、あ、兵士来てる。で、高確率でゾンビになるのが厄介すぎる。こう、あ、敵が来てる。待って、今度はゾンビが落ちてきてる。いて、出て、拾って拾って拾って、危ない。見て、でもそんなに痛くないのか、怪物の攻撃は。しゃがむ。おい、ちょっと、かあ、下からも来てんな、ゾンビ。しゃがむ。あ、倒した。ヘルカからフォルダを奪え。あ、倒した。あれ、生きてる。え、か、体が砕けてるけど、こいつは倒す。あ、モーションが起こらず倒しちゃった。ヘルカ倒した。フォルダいただき。そいつは違う。最初から制御なんぞできちゃいないんだ。あ、あ、くそったらめ。ファーガス。ナチスの連中だらけだ。あ、ファーガスだ。いたぞ。ファーガス。おい、ぼさっとせずに手を貸せ。頭の怪我は平気か。どうやって俺を。ピッパからの緊急信号だ。死んでいたがな。あ、ピッパが緊急信号を送ってくれてた。ウェスリーもだ。なんてこと。あ、お嬢さん、早く脱出を。アネッタだか、アネッタか、今のは。いいか、ブラスコ。怒ったことは変えられない。お前はフォルダを見つけるためによくやった。これでデセットの施設を突き止められる。そう、見つけたんだ。信じられるか。これがニューオーダーに続くのか。夢の中だ。とても大事な。目が覚めると忘れている。夢を見ている場合じゃなさそうだ、うん、ああ、くそ、トイレに行きそびれた。お前のせいだぞ。この俺がベビーシッターに見えるか。マジだ。もうすぐだ。あの巨大な化け物は倒したかな。一番でかいのがまだいる。
これがナチス帝国を倒す最後のチャンスだ。今度こそ終止符を打つ。世界は俺たちの手にかかってる。プレッシャーはない。俺の暴行以外はな。何回倒しても化け物は死なない。皮膚がそげ、形を変えるだけだ。世界の重みを肩に感じる。ロイヤルエアフォース、キンロス。それでもやるしかない。最後にもう一度。休むのはその後だ。ウルフェンシュタインズ・オールド・ブラッド終わった。はい、というわけで全部でパート、今回がパート9だから全部で9話かな。じゃあやっぱこれがあれだ、このままファーガスと会って、ニューオーダーの冒頭のあの戦闘機であの拠点に攻めるってとこからに続くんだ。そしてあれだな、あのファーガスがトイレに行きそびれたって言っていたあの言葉は、あのニューオーダーの冒頭にションベンに行くから運転席見といてみたいなことファーガス言ってたんだよな。その辺も結構こだわってる。じゃあこのオールドブラッドの世界でフォルダをゲットしたことによってニューオーダーでデスヘッドの基地に攻めることができたと、そういう前日談だっていうことかな。いや結構難しかった、ナチスヘッドが結構強くて戦ったんですが、このゲームでも3000円2000円ぐらいでしか買えるのですごいお得だと思うので、ニューオーダーをもうやったことがあるって人はちょっとぜひともおすすめしたいと思います。そして僕は過去にあのニューオーダーも実況してたので、動画の説明欄に、その再生リストも載せておくので、よかったらご覧になってください。あと、このゲームは、海外版を、これはプレイしてたので、国内版は5月の28日に出るので、ぜひとも、まあ、一足先に僕はプレイとしたという感じなので、ぜひともプレイしてみてください。というわけで、ウルフェンシュタインズ・オールド・ブラッド実況は、ここまでで。はい。ご視聴ありがとうございました。Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then will come.